の真剣ゼミを展開するベネッセは新 CM の放映と新しい英語教材の発表会を行います。イベントには CM キャラクターを務める出川哲朗さんも登場します。真剣ゼミさんがもう勉強と真逆であるこの出川哲朗をよく指揮をしていただいたと、はい、55歳が高校生の役、うんをやらせてもらうという CM、斬新ですね。はい、制服でもとても似合ってる。これ使ってないの？高校の教科書にスマホをかざすだけ、今日の授業がその場でわかる。わかりすぎる。な、4月号受付中。英語を話す上で一番大事なのはパッション、はい、イコールハートだと思ってるんで。そうですね。残念ながらこれは正解とは僕は認めるわけには。はい、ここにパッションが加わるとさらに強力な形になっていくかなというふうに思ってるんですけれども、ね、はいはい、英語の習熟度別でのトレーニングを、ご用意しております。こちらは、個人の一人一人のレベルに合わせてスタートでき、12段階で、ステップアップして、力を伸ばしていけるようになっております。 It's your turnHere we go! Keep playing the king. Keep playing the king. Cool! Do you know who invented it? Thomas Edison did. Thomas Edison did. すごい。真剣ゼミは日本中のたくさんの子どもたちに活用いただいている家庭学習サービスでございます。ですので、日本中の子どもたちが、使える英語をしっかり身につけていただけるようにという、願いとこだわりを持って、新しいサービスを、これからも進化させてまいりたいというふうに思っております。今戻って真剣ゼミさんのこのパブレットがあったらもう今は僕こんなことになってないと思うんで、はい、いやいや、もっと多分もう頭も良くなってるし、はい、こんなおバカタレントになってないと思うんで、だあの時代にパブレットがあったらなって思いますね。すごい学校とかでしか話す練習ができなくて、なかなかお家だとその発音 の, その採点とかも自分でするわけにはいかないので、あのタブレット1個だけでその自分の発音が合ってるかとか、私の場合はもう一度再生して自分の声が聞けたので、あ、こんな感じなんだなっていうのがすごい分かりやすかったです。小学生も楽しく勉強ができると思います。ベネッセによると、私たち日本人が使える英語を習得するにはおよそ3000時間の学習が必要とする一方で、小学校から高校までの標準的な学習はおよそ1030時間と2000時間も足りないそうです。学校での授業に加えて自宅での自主勉強も欠かせないんですね。そして今回発表されたこの12段階習熟度別トレーニング、私も実際に使ってみたんですが、画面も見やすいですし、可愛いキャラクターもいて、お子さんは楽しみながら英語の勉強ができそうです。そしてこのようにタブレットですので、隙間時間に利用できるのもいいですよね。12段階習熟度別トレーニング、これからの英語学習の強い味方になりそうです。